はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はオタクが熱く語るシリーズー、本日はですね、オタクリュウが、好きなものについて語るシリーズですどこに10あんねんみたいな、どこに10あんねんみたいな感じなんですけども、一応ですねラジオ動画みたいな感じで私が好きなものを熱く語ります。今日のテーマ仮面ライダーです。仮面ライダーですよ、仮面ライダー、僕めっちゃ好きなんですよ仮面ライダー。実は今日はね、この仮面ライダーというあまりにも熱い作品についてオタクが熱苦しく語るだけなんで、興味のある方だけ見てください。早速やっていきましょう。マジで誰が興味あんねんみたいなとこから話します。仮面ライダーと私の出会いなんだこれ、なんだこのスライド。私、ね、平成元年生まれでございましてね、現在32歳になってるんですけども、あのね、親父がめちゃくちゃ仮面ライダー好きだったんですよ、親父が。で、ビデオ VHS ですね、 VHS が家にたくさんありまして、で幼少期から昭和ライダー、仮面ライダー1号2号 V3 とか、あとスカイライダーとか、ああいう仮面ライダーを見て私は育ちました。で、平成12年2000年仮面ライダークーガが放送を開始します。ここで衝撃でしたね、これが衝撃でした。仮面ライダークーガ、これ平成仮面ライダーの最初のライダーなんですけれども、ここでまずね、衝撃を龍少年は受けるんですよ。かっこいい、とにかくかっこよかったこの仮面ライダークーガが。で、これ以降ね、毎年仮面ライダークーガが制作されていまして放送を続けています。これが平成ライダーって言われている。ちなみに平成1期、から、平成2期まであるんですけど、一応平成ライダーは、平成1期がクーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオウ、キバ、ディガイドと。で、平成2期がダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、エグゼイド、ビルド、ジオと。めちゃくちゃ多いですね、こんだけの仮面ライダーが平成に生まれました。で、平成12年、12歳で私クーガに出会います。仮面ライダークーガに小学校、5年生か6年生だったか覚えてないけど、多分、小学校5年生か6年生ぐらい。もちろんハマりますよね、小学校6年生だったら多分ね、誰もがね仮面ライダークーガ見たことあると思うんですよね。今この僕のぐらいの年代だったら、みんな、俺のちなみにクラスの小学校男性ですよ、男子は全員見てた。毎日クーガの話題だった気がする、もうもはやね。で、毎週日曜日の朝8時にやってたんですけども、このクーガっていう、ドラマっていうか、ヒーローもの朝8時が楽しみで仕方がなかったです、私は。はい、クーガを見てから、僕サッカーやってたんですけども、サッカーの練習にクーガ見てから行くっていう毎日を過ごしたんですけども、もう本当この毎週日曜日の朝8時のために生きていると言っても過言ではなかった。僕はね、それほど好きだった。少年の頃の誕生プレゼント、必ず仮面ライダーの変身おもちゃでした。変身おもちゃっていうのが今でも多分あると思うんですけど、こういうね、こういうおもちゃです。こういうおもちゃを常に誕生プレゼントで買ってもらっていた。で、私はね、仮面ライダーカブトまでね、見ていた記憶がありますね。はい、仮面ライダーカブトってこれですね、クロックアップするやつ、クロックアップって言ってなんか変身するやつね。で、これね、いつは多分ね、高3とかだと思うんですけども、カブトやってたの。高校3年まで仮面ライダー見てるって、ちょっとだいぶやばいんですよね。だいぶやばいでしょ、高3まで仮面ライダー見てるやつ。そういう結構やばいやつでしょ、僕は。で、仮面ライダーの魅力っていうのが何なのかっていうものをちょっと一応考察したんですけども、やっぱりね、まず一つ目、男の心をくすぐる変身というロマン、変身というロマンね。仮面ライダーとか、あとウルトラマンとか戦隊ものとかは全部そうなんですけども、スーパー戦隊とか、こういうのは男の子の登竜門だと思っていて、これやっぱりね、どうしてもね、何かそのかっこいいヒーローに変身するって、遊戯王でいうところのエレメンタルヒーローとかもそうですけども、ああいうのって結構ね、男の憧れではあるんですよね。それがやっぱり仮面ライダーの魅力であると。で、さらに二つ目、作り込まれた脚本。これね、子供の頃を見てるとそうでもなかったと思うんですけども、これね、大人になってもう一回見返すと、特にクーガは素晴らしい。脚本がリアリティを、重視してるんで、めちゃくちゃリアルなんですよ。脚本というか、仮面ライダーの世界観が、警察との連携とか、
あと敵の毒を受けて一回主人公死んだりとか、あと街の破壊に対するなんかその主人公の葛藤、まあ、ここでライダーキックしたらなんかめちゃくちゃ爆発してなんかいろんな人を巻き込んじゃうからここでは戦えないとか、なんかそういうなんか心理描写みたいなのもめちゃくちゃ細かく描かれていて、クーガの脚本は本当に素晴らしいです、はい、マジで見てみて一回で、あとはイケメン俳優をあの起用しまくることによる主婦層からの支持、これもすごいですね。多分あの例えば、カメラでクーガは、小田切丈さん、アギトで出てくる GX3 は、金目純さん、カブトは水島ヒロさん、電王は佐藤健さんと、まあ、こんな感じでイケメン俳優がバンバン起用されるんですよ。まあ、こういうねイケメン俳優たちを起用しているから多分そのあの男の子たちの母親あのお母さんたちもなんかその楽しんで見てられるんじゃないかなっていうのも一応魅力の一つなんじゃないかなと思ってます。もうだって彼らはさ本当に今や超大物俳優だし、まあ、やっぱりその若手俳優の登竜門みたいな ところがあるんだよね仮面ライダーって。だからその登場した俳優さんたちがどう芸能界でのし上がっていくかみたいな見方もできるのがこの仮面ライダーのいいところかなと。それから4つ目、柵を重ねるごとに増える多様なライダー、そして変身フォーム、めちゃくちゃ増えるんですよ、どんどん仮面ライダーとか。クーガでは1人だったんですけども、アギトでは4人になるし、リュウキでは、13人になるしみたいな感じで、もうディケイドなんてもうなんか何人出てきたかもう覚えてないぐらい、100人くらい出てきたんじゃないかみたいな、あのそういうレベルですね。でどのライダーが一番強いか談義っていうのが毎日ねあの繰り広げられてました、私の学校では。で今日の本題です。今日の本題はこれ、好きなライダーとフォームトップ5をね発表していきたい。これがね発表したくて、あの私この動画作ったんですけど、ぜひね皆さんもねどんなライダー好きか、コメント欄で教えていただければと思うんですが、僕の個人的なトップ5発表していきましょう。第5位はねこちら、仮面ライダーエクシードギルス、かっこいい見た目すごいでしょ、見た目すごいんですけど、芦原涼さんっていうね、演者ともい、ゆうすけさんっていう方が、やられていた、仮面ライダーエクシードギルス、登場作品はちなみに仮面ライダーアギトです。で、仮面ライダーアギトには仮面ライダーギルスっていうやつが出てくるんですけども、そのギルスの究極形態、まあ、最終形態、最終進化形態、なんですけども、このねギルスっていう、このギルス自体が結構不完全なアギトっていうあの設定でございまして、アギトとかは全然なんか簡単に変身できるんですけども、ギルスって変身するとなんかその不完全な状態だから肉体にダメージ受けちゃうんですよね。はい、まあ、そういう設定も結構ね好きだったギルスは、なんかそのなんだろうな、肉を切らせて骨を断つじゃないけど、その自分にダメージを受けながらも変身して人々を救うみたいな、そういうなんだその設定が結構好きだった俺は。でこの見た目、やっぱり圧倒的に見た目、野生味爆発してでしょ、野生味が爆発してですよ。だからなんならこれ仮面ライダーって言われてもなりますよね。なんならラスボスにいそう、気持ち悪い、どっちかっていうと気持ち悪いの部類に入るかなと思います、これも仮面ライダーは。で必殺技めっちゃかっこいいんですよ、エクシードヒールクローっていうんですけど、まずね自分のなんかその背中くらいからなんか触手が生えるんですね。で触手が生えて、触手でその敵をこう固定するんですよ、捕まえるんですよ。ほんでその捕まえた敵に向かってめちゃくちゃ高くジャンプしてかかと落とし食らわすっていうねもうアンディ・フグもびっくりのかかと落としをね食らわすっていう、めちゃくちゃかっこいいこの技が。当時これ真似して筋を痛めた記憶があります。はい、ちなみに演者の友井祐介さん、ギルス役の友井さん、相当やんちゃな性格をしてましてですね、ちなみにこの友井さんの元奥さんはタイムレンジャーのタイムピンクなんですけど、タイムピンクとは結婚してすぐ2年で離婚しまして、さらに最近の話なんですけども、2019年、交際女性への DV と、女性のその交際していた女性の貯金を勝手に使い込み事件っていうのが発覚しまして人間としても未完成みたいな、不完全なアギトであり人間としても未完成みたいな感じですけども、それで芸能界を引退しましてね、現在は大阪で焼肉屋の店長をしているらしいですリアルでもエクシードギルスしました。好きなライダーとフォーム第4位、
第4位はこちらです。これ仮面ライダーアギトバーニングフォーム、かっこいいよな。いやバーニングフォームマジでかっこいいと思うんだよね。これ見た目めっちゃ好きなんですけどね、バーニングフォームは。ちなみにあの、変身してるのは津上長一さん、沢木哲也っていう本名ね、役名では。で演者は歌手としきさんですね。で登場作品は仮面ライダーアギト、仮面ライダーアギトの第5の変身形態です。あの究極進化の1個手前ですね。あの1個手前、フリーザでいうところの、 あの、顔が長いモードのやつです、はい、あのツルツルのモードの前1個、で、ね、あのマナちゃん、出てくる、作中出てくるヒロインがいるんですよ。マナちゃん、オシリーナ、オシリーナのおかげで、恐怖を乗り越えると変身できます、このモードに、はい。マナちゃんめっちゃ可愛いです。ちなみにね、アギトに出てくるマナちゃんね、オシリーナちゃんですね、はい。あのお尻がめちゃくちゃでかくてお尻になって言われてるんですけども、あそれはどうでもいいか。で見た目なんですけど、主人公とはやっぱりね思えないほどまがまがしくて、まあ、攻撃がデザインしてますよね。これあの胸部からねなんかね炎が吹き出してるんですよ。炎がなんかあのほっとくと噴火してながら炎がねブルルって出てるんですよね。これがねまたちょっとあの面白いデザインで、で能力値めちゃくちゃあの面白くて、こいつ普通仮面ライダーって全部なんか全部 あの能力値 S みたいな感じじゃないですか。あの彼ねパワー S、 防御 S、 スピード D、 ジャンプ D っていう完全パワー系男子ボブサップみたいな感じだと思います。多分あのイメージ的にはボブサップみたいな感じで、武器のシャイニングカリバーが世界一かっこよくて、これです、これめっちゃかっこいいんですよね。このブーメランみたいな見た目したやつ、子供の頃のねあの宝物は、バーニングフォームのねあの変身おもちゃでしたね。これなんかすげえ覚えてんな、これでめちゃくちゃ遊んでた記憶があります、はい。でね必殺技はねバーニングライダーパンチって言うんですよ。バーニングライダーパンチです。まさかのねまさかのパンチっていう普通仮面ライダーってキックするんですよ普通はね。彼はねバーニングライダーパンチです。なんでかっていうとライダーなのにジャンプ力がないからキックできないんですよこの設定も結構好きでした。なんかジャンプ全然できないから普通にぶん殴るっていうね、マジでボブサップ。さあ続きまして好きなライダーとフォーム第3位、第3位はこちら、仮面ライダー GX3。 これかっこよかったね、これほんとかっこよかった。演者っていうか、あの変身する人、氷川誠さん、要潤さんです。要潤さん、あの登場作品は仮面ライダーアギトです、はい。第5位から第3位まで全部仮面ライダーアギトっていうねアギトどんだけ好きなんだみたいな、氷川誠さんのね、そのね不器用真面目キャラみたいなのがね最高に面白くて、なんかねなんかその作中でも結構ギャグキャラなんですよ。なんか豆腐取れねえとか、なんかそんな感じのキャラクターだったんで、なんかそのキャラクターの魅力としてすごい面白かったなっていう記憶があるんですけど、これ仮面ライダー、一応仮面ライダーって名前ついてるんですけど、これね仮面ライダーっていうかね機械のスーツなんですよ。で人が人の手で作り出したマシーンなんですよね、これだから、あの普通さ仮面ライダーってさ、なんかさ何らかの謎の力で変身したりするじゃないですか。これはね人間が作り出した機械です。で AI によって人間の動きを補助しながら戦う、なんか強化スーツみたいな感じなんですよ。だからどっちかっていうと変身じゃなくて装着するんですよね。トレーラーのなんか中でスーツ着て発進するんですよ。これがまたね結構そのなんだろうな、仮面ライダーっていうその世界観の中では異質な存在っていうか、でこれが結構ね俺は好きだった。で人間が作り出した強化スーツなんで、武器はね近代兵器です近代兵器、拳銃とか警棒とかマシンガンとかね、マシンガン、ゲルベロスっていうマシンガン、これマシンガンとか、あとロケットランチャーとか全然なんかライダーキックとかじゃなくて普通に銃持ち出してめちゃくちゃぶっ放すっていう、必殺技はそのケルベロスっていうこの、なんだろう、今の銃によるマシンガン連射、マシンガン連射が必殺技っていうね、はい。で制作者の天才科学者小沢さん、かわいいんだよ小沢さんかわいいので、これもね当時は僕変身おもちゃ持ってまして、GX3 となんかその
エクシードギルスとかで戦わしてなんか遊んでた記憶はある。でこれ豆情報なんですけど、かなめじゅんさん YouTube チャンネルやってます。 YouTube チャンネルあります、かなめじゅんさん。結構ねこの仮面ライダー GX3 時代の裏話とかしてくれてるんですよ。ぜひね登録して見た方がいいと思います。はい、続きまして好きな仮面ライダー第2位はこちら。かっけえ仮面ライダーアギト、シャイニングフォーム。またアギトかいっていうね、アギトが好きなんですよ僕。アギトがめちゃくちゃ好きなんですけど、変身者津上正一さん主人公ですね、沢木哲也さんで登場作品はもちろん仮面ライダーアギトです。仮面ライダーアギト第6のフォームでございまして、これがアギトの究極進化形態なんですよ。最強フォーム、なんかその仮面ライダー好きな仮面ライダー発表っていうか、なんか仮面ライダーアギトの紹介みたいになってますけどどっちかっていうと変身方法は、まさかの光合成です。光合成、なんかねさっきのさバーニングフォームっていうのがあって、バーニングフォームのその外角がなんか外れると現れるっていう仕様になってまして、なんか光を浴びるとね、なんかこのバーニングフォームのさその胸筋のアーマーみたいなやつがね割れるんですよ。そうするとこのシャイニングフォームが生まれます。これなんかその一説によると仮面ライダーカブトのキャストオフの着想をここから得ているっていう話があったりなかったりで、シャイニングカリバーっていうさっきのバーニングフォームで使っていた武器を2つに分離させるんですよ。分離させて二刀流で戦います。かっこいい宮本武蔵ですねこれ。これおそらく宮本武蔵から着想を得ているでしょう。はい、おそらく知らんけど。で必殺技やっと蹴れます。バーニングフォームでは蹴れませんでした、蹴れませんでした、やっと蹴れます。必殺技シャイニングライダーキック、このシャイニングライダーキックがねかっこいいんだよね。これすげえかっこいいんだよね。なんかそのアギトのなんか文様みたいなやつがめちゃくちゃでかくね出てきて、その中を駆け抜けてキックするっていうね、すごいかっこいいんで、一回マジでシャイニングライダーキックって調べて YouTube かなんかで見てください。かっこいいから。でアギトのね変身後の勝ち格 BGM があるんですよ。要は遊戯王でいうところのなんかクリアマインドみたいな、ビリーブ・ユア・セルフっていう BGM ですね。動き出してる未来を止められないっていうやつ、ね BGM がマジでかっこいいの。これ未だに僕未だにもう32歳ですよ、32歳になってますけど未だにたまに聞きますこれ。すごいかっこいいのこの Believe Yourself っていう BGM。 やっぱそのなんだろうな、やっぱりその幼い頃のそのアギトの最終形態がシャイニングライダーキックをしているシーンを思い出すからだろうね。その当時の興奮がこの曲を聴くことによって蘇るんで、だからだと思うんですけども、なんかテンション上がるんですよね多分ね。俺のなんかそのテーマ曲、俺がなんかそのなんだろうな K1 とかに参戦して、入場曲どれにしますかって言われたら、多分 Believe Yourself かもしくはクリアマインド、どっちかだと思います。はい癖強っ。で当時は変身おもちゃを持っていて、バーニングのその甲冑を脱ぎ捨てるギミックがあったんですよ、おもちゃに。すげえね興奮したねこれは。デュエルリンクスでのシャイニーっていうのは松坂の兄だと思うんですけども、アギトでのシャイニーは歌手としきさんです。はい、さあいよいよ好きなライダーとフォーム第1位ですよ。第1位、なんだと思いますか。満を持して登場します。第1位はこちら、仮面ライダークーガアルティメットフォーム。世界一かっこいいと思ってるこのフォームは、マジでかっこいい。変身者五代祐介さん、小田切丈さんですね。はい、小田切丈さんです。で、登場作品はもちろん仮面ライダークーガで、これが仮面ライダークーガの究極進化形態でございます。一応ね最終形態はライジングアルティメットフォームっていうのがあるんですけど、それは仮面ライダークーガじゃなくて、なんか後の作品で出てくるちょっとなんかその亜種みたいなやつなんで、一応仮面ライダークーガでの最強進化形態は、仮面ライダークーガアルティメットフォームだと思います。でこれですね、ちなみにライジングアルティメットフォームってこれなんかちょっとダサいんだよな、こっちになると。やっぱねアルティメットフォームの方が俺は好きで、完全に見た目よく見てください。どっかで見たことあると思いませんか。そうなんですよ、完全にね覇王10代なんですよねこれ見た目完全に覇王10代っていう。ちなみに本来はそのユウスケさんですね、心の
怒りや憎しみが爆発すると変身してしまう邪悪なる存在っていうのがあのアルティメットフォーム、つまり理性を失ってしまった生物兵器であると、まあ、この辺の設定もおそらく覇王10代にあの寄せてるんじゃないかと思ってるんですけども、この、この生物兵器であるこの覇王10代さんの状態、になってしまいがちなんだけど、普通だったらゆうすけさんは優しい心を持っているんですよ。非常にあのどんなあの人間よりも優しい、世界一優しいです、五代ゆうすけさん。なので理性を保ったままこの仮面ライダークーガアルティメットフォームに変身できるんですよ。唯一の存在と言ってもいいでしょう。まあ唯一なんだけど、なんかその後々出てくるけど、この時点では唯一の存在だったんですよ。史上初仮面ライダークーガアルティメットフォームを理性を保ったまま優しい気持ちを持って変身できる唯一の男、それが小田切丈さんです。はい。で、伝説上は目が黒いんですよ。ダークアイズなんですけども、ユウスケバージョンは目が赤い、これをレッドアイズと言われています。目が赤いからね。で、この目が黒いこの状態がダークアイズです。で、リュウスケさんが変身するのはこの赤い方の、レッドアイズのフォームの方で、このフォームはクーガの最終話にしか登場しないんですよ。登場時間も2分しかないです。2分、そのものの2分しかないんですけども、2分しか登場しないのにその圧倒的存在感からファンがめちゃくちゃ多いです。まあ僕もそうですけどね、僕もそう。ラスボスとのね戦闘シーンやばくて、およそ少年向けアニメのものとは思えないほどねグロいです。グロい、あのね、なんかね血だらけにね殴りながらねシンプルに殴り合うんですよ。なんかそのなんかなんだろうな、あのキックとかなんだろうな、技とかを使うんじゃなくてもうシンプルに殴り合う、なんかのボクシングの世界、なんかメイウェザー VS パッキャオみたいなあの試合になってますこれ。マジで一回その第48話かな、クーガの見てほしい。ただの殴り合いが繰り広げられるから、うん、これが僕はね当時衝撃でしたね。仮面ライダークーガ見たことない人はマジで人生損してるんで、本当に見てください一回。はい、というわけでオタクが熱く語るシリーズは以上になります。ぜひ皆さんもどんなライダーが好きかコメント欄残していってください。それではまた次の熱くオタクが語るシリーズでお会いしましょう。じゃあね。